本日7月23日で丸10年になりました。定時刻を間もなく迎えようとしてますので、ただいまより亡き松村幸喜、幸喜さんの中の中にいた大事の私の娘、亡き小谷真央、3人の合同法要を執り行いたいと存じます。正直どの精神的にも難しかったんですけど、天候にも正直不安もありまして、どうなるかって、もうあまりもヒヤヒヤと体中がちょっと痛みを感じてたんですけど、市長ありがとうございます。市長ありがとうございます。今日は集まっていただいてありがとうございます。まず初めに10年前皆さんと出会った時は、正直ちょっともう僕自身はもう皆さんに対して嫌悪感というか苛立ち憤りしかなかったんですけども、この10年皆さんにも支えられた10年だったなというふうには感じております。まだこの先、私自身はまだ活動を続けていくつもりでいてますので、まだ、私たちを支えていってもらえたらなというふうに思います。なんとか10年迎えることができたと思う。それはもう感謝しかないし、ただ僕は10年前に思ったことは、僕はユキのところに行くのが彼らよりかやっぱり20年か30年早いと思うんですね。けど彼らはやっぱり僕がこの子らのところへ行ってからも、この社会でこのことを背負って生きていってくれる、生きていくわけですよね。僕がこの子らのところに行ってからでも少しでも苦しみを和らげてあげたい、和らげてやりたい、そんな思いで前に立ってやろうと思いました。俺もう一回だけ抱きしめさせてほしい。俺が嫌から夢でも得たがやり、お父さんの腕の中に入っててくれと昨日も叫んでました。あの子の頭を撫でて、俺が嫌からもう一回だけ